はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。Y&K スタジオの吉高です。今日もね、集まる動物の丸実況やっていきますぜ。で、早速今日はね、昨日と同じように、スタンプラリーやっていこうと思ってんねんけど、風太くん寝てるんじゃないよ。だまだま。スタンプラリーやってるよね。うんうん、そうだよね。今日もスタンプするよね。嘘だろ。え？同じ報酬？どういうこと？待って。昨日盾くれたじゃん。まさかと思うけど、同じ報酬なの？え？嘘でしょ？じゃあやらなくてよくね？え、待って。どういうことこれ？昨日と同じ場所にある。憩いの水槽。ちょっと待って、一緒なの？変えてる場所は違うって言ったもんね。確かに変わってる。憩いの水槽は同じだけど、美味しい海の魚たちと川の始まりはなかったもんね。これはなかった。美味しい魚たちってどこなんだろう。川の始まりとかっていうから、これかな。あったあったあった。さてさて、川の始まり。同じ川でも場所によって住んでる魚が違うんだな。まあ確かにね。で、美味しい魚たちってあれだよね。公式サイトの動画にあった、ここにあるよね、多分。こっちこっち。オッケーオッケーオッケー。お、いるじゃん。なんか、見に来てるやつある。お前もスタンプラリーやってんのか？やってる感ないけど。魚のスタンプ全部集まった。待って、これでもしかして、行って、銅の盾みたいな。銅じゃなかったかもしれないけど、ね。あれ、昨日と同じやつもらってるんだったら、このイベントもうやらなくてよくね？ちょっと待って、フータ。ちょっと待ってくれ。寝てる場合じゃねえぞ、フータ。どういうことだ？あ、ごめん、スマホの写真撮ってない。約束の報酬。うん。これ何？はいはいはい。どうもどうも。はいはいはい。で？ちょっと待って。これだよ、これ。同じじゃん。魚の壁飾り。同じじゃん。え、ちょっと待って。一旦家に帰って、もしかしたらあれじゃん？色とか形が違うのかも。知らないから、ちょっと一旦帰ってみよう。はい、家に帰ってきましたよってなって、ここにあるやつが、昨日もらったやつなんだよね。魚のやつ。この魚がもしかして変わったりするのか？一緒だよなぁ。これどう見ても一緒だよなぁ。え、これ違うとか言われたら、わかんないんだけど。え、どういうこと？どうしよう。わかんない。これもっと待って、このスタンプラリーやる価値なくね？あ、わかった。これワンチャンさ、売ったら高くなる系じゃない？ちょっと、売りに行ってみるか。バッテリーが少ねえって言われたから、充電します。はいはい。ちょっとね、ちょっと買い取ってほしいものがあるんですよ。つぶきちゃん。魚の壁飾り。これいくらすんの？売ったら。はい。お値段はなんと、300ビル。めっちゃ安いやん。え、めっちゃ安いやん。え？やば、安すぎない？ゼロがちょっと足りなくない？え？ちょっと待って。じゃあこのイベントってもう、やる必要なくね？最初の1回だけあればいいってこと？え、マジっすか？そういうイベントなの？このスタンプラリーって。え、俺の予想ではさ、まあ俺の予想っていうか、俺たち Y&K スタジオの予想では、なんか、ね、絨毯とか？ね、なんかそういう置物とか？そういうものがもらえると思ってたのに、え、まさかの、同じなんすか。ちょっとそれはちょっと嫌だな。悲しすぎるな。まあでもそうか。仕方ないか。そういうもんなのか、これ。この2個か。ね、マジか。まあこれが明日やって、ね、これとまた同じなんだったら、ああもうこのイベントは終わりましたね。
ってなるけど、もしかしたらこうあのね、1日目できなかった人のための救済措置みたいな感じで2日おきにアイテムが変わったりする。でもそうなると今回のイベント奇数日程だからな、数が合わねえよな。なんかめっちゃ怖いぞこのイベント。なんかもうこれで終わってしまいそうな気がする。期待しすぎたのかなちょっと。でもなんかもうちょっとなんかね、物もらえるかなと思ってたんだけど、マジか。そうか、くれないのか、フーだよ。そうか、なるほどね。まあ衝撃でいったね、ちょっと。まあ衝撃っていうほどなのか、まあそのね、もうやってる人からしたら、これぐらいだろみたいな、そんな期待せすぎんなよってことなのかもしれないけど、俺からしたらちょっと、みたいな。もうちょっとなんかいろいろね、イースターの時みたいにね、いろいろな家具とか、レシピとかでたくさんもらえたりするね、ものかなと思ってたんだけど。マジかよ。仕方ねえ。じゃあ、一応、残りのやつも回収しとこうかな。残りのやつもね、虫と化石。ちなみに虫はどこなんだ今日は。あ、一緒じゃん昨日と。木漏れ日の道。なるほどね。なんだか落ち着く空間と。ヤシの木の庭と研究室。ヤシの木ってなんかこの左上にあったよね確か。あったあったあった、これじゃんこれ。ヤシの木、ヤシの木の庭、熱帯の虫たちトロピカル。オッケー。なんかでも熱帯の場所でまだいないんだよな、そんなに。で、確かこの奥に研究室があるよね。研究室だー、ここだーと。研究室。なんだか怪しい雰囲気。雰囲気じゃないよ、雰囲気だよ。まあ、そんなこと誰もが知ってるわな。よしよしよし。じゃあ、一旦。虫が集め終わったら次化石なんだけど、なんかもう両サイドにあるし。何これ、軟体動物と背骨のない生き物、節足動物ね。で右が脊椎と。あ、そうそう、これ座って分かれてたんだ、全然分かってなかった。なるほどね、脊椎動物と背骨のある生き物。あ、滅びの予感昨日と一緒じゃん。隕石じゃん隕石。あの隕石本当に絶対今回のアップデートでなんか実装された気がする。で、今回のアップデートっていうか、まあそもそもアップデートはね、だいぶ前からあったけど、で、これじゃないとわからないっていうこだわりはね、滅びの予感。化石がまだ終わんないんだよな。化石がまだ完成しないんだよ。化石エリアなんとか早く終わらせたいんだけどな。じゃあ、フータさんに全部一応虫と化石のとこ集め終わったんで交換してもらいましょう。はい、約束の報酬ください。もう知ってるよ、一緒なんだろ。ありがとう。うん、化石もくれ、化石のスタンプもくれよ、約束の報酬だ。ありがとう。めっちゃやつやんこいつも。ありがとうな、いつも博物館。ありがとうな。で、一応確認すると、虫の壁飾りと、石の壁飾り。一緒やん。で、こいつ1個300ベルっていう。マジか。しゃあないな。まあ、ということでね、ちょっとスタンプラリー、2日目やってみたんですけど、ちょっと衝撃の、同じ報酬っていうね。だからこれも、なんかこの前はね、1日1日ログインしたらいいんじゃないかなとか言ってたけど、これも1回やったらもしかしたら終わりなのかもしれない。なのでね、スタンプラリーそこまで重要視するイベントじゃなかったかもしれないですね。まあとりあえず、明日もう一回入ってみて、なんかこれでまた同じなんだったら、あ、もうこのイベントはもう終了、フィニッシュですけど、まあそうじゃなかったら、まあ明日からもスタンプラリーはどんな風なスタンプが増えてるのかとか、アイテムが増えてるのかっていうのをまた動画にしたいと思うので、よかったら見ていってください。まあ今回ちょっと短いですけど、皆さんチャンネル登録とか高評価よかったらお願いします。じゃあねー。